だっすー。マイクラやってるかい。タケノコかと思ったらただの岩でした。買い物です。もしかして食べた？食べるわけないじゃん。はい、今日も海外検証やるぞ。いやーもう定番だね。今回の目標チャンネル登録者数は、1000人だ。みんなよろしくね。最初はおなじみこの方から、水中でネザーゲートを開通させようとするが、できない。そりゃそうだよ。そこでプレイヤーは、ゲートの上の可動ソウルソイルに変更。上にダイヤモンドブロックを3つ重ねて、ディスペンサーを下向きに設置。もう一つディスペンサーを下向きにつけて、ソウルソイルの真上に来るようにする。その間にオブザーバーを2つ設置だ。ディスペンサーの中には、ファイヤーチャージを1個ずつ投入。その後は、スカルクセンサーを置いて、置いて、弓矢を放つと装置が作動して謎のポータルが開く。ああ、そういう系ね。この海外の動画が本当か検証だ。ボボ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 。何喋っているか全然わからないぞ。ああ、ごめんごめん。早速ネザーゲート作っていくよって言ったの。そうか。普通に作ります。水中でネザーゲートって変な感じだな。確かにそうだね。はい、できました。この状態で着火しても、開通しません。水の中だから火がつくわけがないぜ。ボーイ、上の可動ソウルサンドに変えればいいんだよね。ソウルソイルだぞ、買いもん。ああ、そうだった。置いたらダイヤモンドブロックを3つ積んで、ディスペンサーを置いていくよ。このディスペンサーは、ソウルソイルの真上に来るように置くんだぞ。了解。こんな感じかな？多い感じじゃないか。置いたら全部壊しちゃえ。次にオブザーバーを2つ設置。あとは、ファイヤーチャージを投入だね。面倒だから1スタック丸ごと入れちゃうね。次にスカルクセンサーを置く。これで準備完了だね。動画の通りに置けたじゃないか。それでは矢を放ちます。それ、火が出た。何も起こらないね。そうだな。ああ、見て見て博士。どうした？水中だとファイヤーチャージが出るのが遅い。どうでもいい。はい、結論。動画のようなポータルはできない。自分で火をつけてみようと思ったけど、全然つかないね。そりゃあ水の中だからな。さて次はこの方からだ。プレイヤーが要塞内を歩いているぜ。こっちに手を振っているよ。手には骨粉を持っているな。何をするんだろう？エンドポータルの横の地面に、禁止ブロックを置くぜ。そこにキノコを置くぜ。なんでそんなところに？プレイヤーはエンダーアイをはめていって、エンドポータルを開通させるぜ。ふむふむ。次に、再びキノコの元へ行って、骨粉を使う。キノコは巨大化。すると、なになに？エンドポータルフレームが消えているぜ。キノコブロックで覆われただけじゃないの。違うな。完全に消えている。でもエンドポータルは普通に開通したまま。変なの。この海外の動画が本当か検証だ。はい、要塞に来ました。ここをキャンプ地とする。しません。確かこの辺でいいんだよね。ここのブロックを破壊して禁止ブロックを設置。そこにキノコ、大きくする前にエンダーアイで開通させなきゃ。よいしょよいしょ。エンダーアイがハマる音いいねー。そう？はい、開通したよ。ではキノコを大きくするよ。大きくなあれ大きくなあれ。とは、なんか目線が、キノコが大きくなったんだ。そっか、あれ？エンドポータルフレームにキノコブロックが。マジか、壊してみるね。おわぁ、エンドポータルフレームが消えてる。こいつはすげぇな。逆側もやってみるよ。禁止ブロックを置いてキノコをぐすり。大きくなあれ、よしよしこれでオーケー。次は上部分をやろう。大きくなあれ、よしよし。次は手前の部分をやるとどうなるかな？めちゃくちゃになるぞ。大きくなあれ、ワップ、どうなっているの？フレームだけじゃなくてポータル部分も消えた。すごい。はい、結論。キノコでエンドポータルフレームは消せる。これは何かいろんな技に使えそうだ。っていうか、キノコのせいで当たりがめちゃくちゃだ。えへへ。次はこの方から、プレイヤーが洞窟から出てくるぜ。手にはポーションがあるよ。鶏に近づいて、そのポーションを投げる。すると、狼を倒す。そして近くにいた狐の元にも向かっていき、ぶっ倒す。ひやーん。この海外の動画が本当か検証だ。はい、いつもの検証ワールドに来ました。鶏さんかもーん。そして狼さんと狐さんも。ってちょっと、なんで狐に襲いかかるの？ああ、狼は狐に対して、自ら攻撃を仕掛けに行くんだよ。そうなんだ、知らなかったよ。とりあえず鶏さんにポーションを投げるね。使うのは力のスプラッシュポーション。力がみなぎる。鶏だけじゃなくてカエモンも、ポーションの効果を受けたな。この世は筋肉がすべて、筋肉を身につければすべて解決する。何言ってんだこいつ。ちょっと狐召喚してみな。わかった。ああダメじゃん。いつも通り襲われてるよ。その後もカエモンが、いろんなポーションを鶏に浴びせたが、鶏はどうにもならなかったぜ。というわけで結論、鶏にポーションを浴びせても、強くならない。僕の脳みそは筋肉でできている。腕にあるのも筋肉、足にあるもの筋肉、胸も、当然背中も。つまり僕は全身が脳みそで博士より賢い。カエモンが力のポーションでおかしくなっちまった。次はこの方からだぜ。TNT があるぜ。スティーブが火打ち石と打ち金を持って近づく。着火すると、TNT が消える。は、まあそこは置いといて。置いとくの。
別の場所にも火がついているため、そこに行くスティーブ、炎にドロップアイテム状態の TNT を放り込むと、ドカーン、大爆発だぜ。なんでー、この海外の動画が本当か検証だー。っていうかこれ僕が体張ることになるね。当たり前だろ。そうでしたん。はい、火打ち石とチキンで火をつけたよ。そこに TNT をボーイ、どうなるかな。はぜろ、怖いこと言わないで。よかった、爆発しないよ。つまらん。そうだ、買い物焚き火でもやってみてくれよ。まだ続けるのね。普通の焚き火に TNT を投げ回す。何も起こらないね。ついでに魂の焚き火でもやってみるよ。ボーイ、結局爆発しないね。ダメかー。はい、結論、火がついているところに TNT を投げても爆発しない。爆破させたかったら普通に設置して使うしかない。今気づいたけど、焚き火の周りに TNT を置いても大丈夫なんだね。現実だったらありえないけどな。次はこの方からだぜ。プレイヤーとスティーブが歩いているぜ。すると突然、スティーブが黒曜石を置き始める。何をしているんだろう。よく見てみると、エンドポータルの形をしているぜ。まさか、火打ち石と打ち金で着火すると、エンドポータルが開通している。なんでー。いや、黒曜石だからネザーポータルか、このエンドポータルかネザーポータルか、どっちかわからへん。この動画が本当にできるか、検証するぞー。なんで関西弁、はい、黒曜石を置いていくよん。いいかかえもん、エンドポータルの形にするんだぞ。今さっき動画見たから大丈夫だってば。一辺が3ブロックになればいいんだよね。そうだぜかえもん。はい、できたよ。ネザーゲートを作るための黒曜石なのに、エンドポータル風に作るのって、すごい変な感じ。まあまあこれも検証だから。うわぁ、ゴーゴーと燃えている。大惨事だなこりゃ。っていうかポータル開通してないじゃん。そうだね。というわけで結論、黒曜石でエンドポータルは作れない。当たり前だろ。博士博士ー。なんだ想像し。できたよ、黒曜石で作ったエンドポータル。あの裏技は本当だったんだ。いや、お前がエンドポータルフレームを置いた後に、エンドポータルを開通させて、その後黒曜石に変えたんだろ。あ、バレちゃった。ずるいことをするんじゃない。ごめんなさい。みんな、改めて黒曜石でエンドポータルは、できないから注意だぜ。次はこの方の動画から、ネザーでやる裏技だぜ。まず 3×3 の穴を掘って、マグマブロックを4個置いていく。開いているところに溶岩を流していくぜ。マグマブロックの上には松明だ。真ん中に氷ブロック、ではなくて氷塊ブロックを乗せるぜ。その上に火をつける。は。すると雷が鳴り響いて氷塊ブロックを溶かす。そして水が流れるぜ。すごい、ネザーで水が。この海外の動画が本当か検証だー。これができたら、ネザーで革命が起こるよ。カイモンが言っていることも、あながち間違いじゃないな。というわけでネザーに来ました。オウムさんとアレイさんもいますよー。なんだか賑やかだな。えへへ、まず 3×3 の穴を掘って、マグマブロックを置いていくよ。あー、アレイさん危ないよ。離れてね。優しいな。次に、開いている箇所に溶岩を流し込むんだね。こうやってみると、都市伝説を召喚する儀式にしか見えない。あー、前の検証でやったもんな。その気持ちわかるぞ。でしょう。はい、松明を置いたから、氷ブロックだね。あー、間違えちゃった。氷ブロック、あれ消えちゃう。氷ブロックじゃなくて氷塊ブロックだぞ。あー、そうだったね。これで火打ち石と打ち金で着火。すごいよ。氷の上に火がついたよ。確かになんか変な光景だよな。現実世界でもできるのかな？どうだろうな。っていうか博士。どうした？何も起こらないよ。そうだな。結論、動画のようにネザーで水は出せない。ネザーでは何があっても水は出せないぞ。そうなの。当たり前だろ。ネザーは灼熱なんだから。干からびちゃうよ。それはしょうがない。次はこの方からだぜ。プレイヤーが鍾乳石を地面に置いて、天高く伸ばしていくぜ。トライデントを構えて、ぶん投げる。当然、鍾乳石の塔は破壊される。そうだよねー。続いて鍾乳石の塔を大量に用意。は。ちょうど一列になっているため、横からトライデントを投げると、全部壊れるでしょ。なんと、全部壊れないんだ。なんでー。すごい中途半端だぜ。もう一度投げてみるんだが、やはり全部壊れないぜ。不思議だねー。この海外の動画が本当か検証だー。では鍾乳石を積み上げていきます。いやー、とやとやとやー。おう、めちゃくちゃ鍾乳石積み上げるじゃねえか。温度やー。ちょいと高すぎやしないか？よし、これでオーケー。すげえ高いぜ。まあいいだろう。じゃあこれで槍を投げます。トライデントな。見事に壊れたな。鍾乳石が砕かれていくのなんか気持ちいいね。わかる。ではでは、次は動画みたいに、鍾乳石の塔をたくさん並べていくよ。地味に準備するのが大変だよな。そうなんだよね。でもね博士、コマンドをこうしてこうしてこうやれば、一瞬で出せるんだよ。おう、鍾乳石の塔が一瞬で、新しいコマンドを覚えたんだな。そうなの。頑張って勉強したんだよ。褒めて褒めてー。さあ、トライデントとぶつけるとどうなるのか。虫、
ど、とりあえずトライデントを投げるよ。手前だけだね。おいおい、どうしたずれているぞ。ちょっと斜めっている。ごめん、なんかうまくできない。ひえー、難しいよ。カエモン、今回は疲れているみたいだ。この検証の結論は、保留。カエモンが思い通りに動けないから、保留にするぜ。ちょっと疲れている部下を無理に働かせるわけには、いかないぜ。博士優しい。別の海外検証の動画でやるかもしれないから、もしやってほしい人がいたら、コメント欄で教えてくれ。みんなごめん。次はこの方からの動画だ。アレイが飛んでいるな。スティーブがやってきて、溶岩入りバケツを放り投げたぜ。何をするんだろう？アレイはそれを拾って、ものすごい勢いで飛んでいく。どうしたの？すると、太陽が消えてしまう。アレイは太陽を持って地上に降りてくるぜ。太陽ってドロップアイテム化できるの？そこはまだわからないぞ。スティーブがそれを拾うぜ。その太陽を海に放り投げると、海全体が黒曜石になっちまう。うるさいな。この海外の動画が本当か検証だ。とんでもない裏技だね。それでは、アレイさんカモン。今日もよろしくね。アレイさん、これあげる。その溶岩入りバケツ、拾っていただけないでしょうか？なんでそんな低姿勢なんだ？なんでもないよ。アレイさん、なんでアイテム持ってくれないの？おいおい、召喚しすぎだって。アレイにアイテムを持たせたいときは、プレイヤーが直接手渡しで渡さなきゃいけないんだ。そうなんだ。アレイさんどうぞ。持ってくれたね。よかったな。じゃああとは太陽の方に行ってくれれば。飛んでいかないね。そりゃあそうだな。はい、結論。アレイは太陽を回収しない。これは当たり前だな。そもそも太陽はドロップアイテム化しないぞ。そうなのね。じゃあ太陽を海に落としたら、黒曜石になるっていうのは？あれも不可能だから気にしなくていいぞ。なんだよもう。次はこの方からだ。家の中で村人が寝ているぜ。スティーブは村人の周りに、ガラスブロックを置いていくぜ。そして、上から溶岩を流し込む。しかし、村人はダメージを受けないどころか、溶岩の中からぬっと出てくる。大丈夫なの？二人の不審者は慌てて逃げ出すぜ。最終的には燃えている村人が、スティーブを追いかけるぜ。これもう都市伝説じゃん。この海外の動画が本当か検証だ。おはようございます。今から、寝起きドッキリを仕掛けたいと思うよ。まずベッドを置かなきゃね。検証なんだから小声じゃなくていいぞ。うわぁ、びっくりした。バラエティ番組じゃないんだから。いやぁ、雰囲気は大事にしなきゃ。村人さんが寝たから、ガラスブロックで囲んでいくよ。いやぁ、なんか楽しみだな。博士のサイコパス。いや、なんでもないです。では溶岩を流すよ。村人さんごめんよ。さあどうなるかな？村人さんが無傷だよ。しかも全然起きない。なんでだ、強すぎるだろ。日中にしたらどうだろう？村人さんが起きて溶岩に焼かれちゃう。愉快。ちょっと統合板でも試してみるよ。いいじゃないか。村人さんごめん。やばい。周りの木が燃えちゃう。カエモン、村人を見ろ。ジャバ版の時と同様、燃えないぜ。村人さんすごい。でも日中にしたら、やっぱり燃えちゃう。でもさっきと同じだな。というわけで結論。村人は寝ている間無敵。私が知る限りでは、この現象は統合版のみだったんだがな。バージョンアップで変わったのか？次はこの方から、スティーブがエンドポータルフレームを、2×2 の状態で設置。エンダーアイをはめていくと、周りになぜかネザーポータルが。この海外の動画が本当か検証だ。この検証はすぐにできるね。はい、フレームを4つ置いて、エンダーアイをはめていくと、何も起こりません。でしょうねー。はーい、結論。エンドポータルフレームを4つ置いただけでは、何も起こらない。この検証スピーディーに終わったな。まあそういうのがあってもいいじゃん。はい、次はこの方の動画から。プレイヤーが作業台の画面を開いて、ブラックストーンをかまどの形にすると、かまどができる。丸石ブロック限定じゃなかったっけ？これだけ。これだけなのね。この海外の動画が本当か検証だ。海外検証にしてはすごい些細なネタだね。いやー、俺が気になったものでな。そうなんだ。とにかくやってみるよ。はい、作業台を置いて、画面を開きます。相変わらずトロッコまみれだな。もうこれがデフォルトだね。ブラックストーンを使ってかまどの形にすると、かまどができたよ。マジか。これは意外だぜ。インベントリに入らないや。このまま置いちゃえ。かまどの画面を開いてみるよ。普通に使えるね。何の変哲もない普通のかまどだぜ。ちゃんとステーキが焼けたよ。もぐ。うまい。ちょっと統合版でもやってみてくれないか？OK。はい、来ました統合版のワールド。では早速作っていくよ。頼むぜ。ブラックストーンを囲むと、こっちでもかまどができたよ。なるほど。これは Java 版統合版共通なんだな。そうみたいだよ。はい、結論。ブラックストーンでもかまどは作れる。ちょっと気になって調べてみたんだけど、かまどを作る際には、丸石ブロック、
ブラックストーン、深層岩の丸石、この3つで作れるらしい。これらは Java 版と統合版共通なんだが、Java 版の場合は違う種類の岩を混ぜても、かまどがちゃんと作れるそうだ。へえ、そうなんだ。じゃあ丸石とブラックストーン、深層岩の丸石3つを使ってもできるの？おお、できるぞ。しかし、統合版では同じ種類の岩じゃないと、かまどは作れないみたいだ。へえ、Java 版と統合版で微妙に違うんだね。ちなみにネザーラックとか玄武岩では、かまどは作れないの？作れないぜ。作ったらとんでもないかまどになりそうだな。じゃあダイヤモンドでは？できないに決まっているだろ。そっか。ではカエモンくん、今日はここまでだ。今日も頑張りました。これでぐっすり熟睡できます。そうか。みんな、高評価とチャンネル登録よろしくな。コメントもしてねー。それじゃあバイバイ。バイバイブー。